いやあ、いらっしゃい。さあ、どうぞ。俺を追っかけてたんだろ？そっちの子も。さあ、奥へ。そこの階段登って。あ、アキラちゃん、大丈夫？足が震えて。アキラちゃん、シーナちゃん、大丈夫？ありがとうございました。で、俺に何か用？これ。は？あんたでしょって聞いてるの。なんだ、愛の告白じゃないの？俺の後必死についてくるからそう思ったぜ。 あんた竜持ってるでしょ？竜いるよ。来な。下だよ。あんたさ、俺と付き合ってみない？人間いつ死ぬか分かんないから、楽しいことをしといた方がいいと思わない？君たち誰？この子たち、竜見たいんだってよ。どうぞ、すべて僕が作った。そういう人形じゃなくて。人形？人形ね。君は何も分かっていない。君だって人形を背負っているじゃないか。あんたたち、やっぱり何か知ってんでしょ？何を？だから何かよ。レベルが低すぎる。君とはもう話もしたくない。バカにして。シーナちゃん、帰ろう。帰った方がいいよ。泊まってってもいいよ。悪いことしたら許さないから。だってさ、名前は？玉井シーナ。そっちの子は？あの、さくらあき。俺は鶴丸武雄。古賀典雄。明美さんの長男で中学2年生の智則くんが夏休みの終わり頃から行方不明になっているんです。親子2人暮らしで、体の弱い母親の世話を一人で見ていたみたいですよ。もっと近頃いないような礼儀正しくて、すごく優しくて人気もあって。医者になるとか言ってたけど。なお、警察では引き続き智則くんの行方について捜索することにしており、広く情報を求めています。
選別の方法も考えてるんだ。医者なんかのインテリや資産家、文化人って類は問答無用で殺す。大学出てるだけで殺してもいいな。その後に肉体的な耐久力でふるいにかける、飲まず食わずで更新させるとかね。出来上がるのは健康な社会だよ。朝ごはん食べられる？いい。あの今日ちょっと出かけるから。学校？学校は明日から絶対行く。そう。君も。え？小森くんの知り合い？え？はい。でもどんな理由であってもこんな時間にこんなところをうろついてちゃいけないよ。でないと怖いおじさんたちに補導されちゃう。そうなれば君と小森くんの関係もいろいろ聞かれる。困るだろ？すぐおまわりさんが来る。行こう。僕は須藤直澄、小森君とはボランティアで知り合った。君は？別に言いたくなければいいよ。僕は気にしない。いえ、ごめんなさい。桜あきらです。私はその文通してて、小森くんと。へえ、彼らしいね。彼文章もうまいでしょ。桜さん。はい。家はどこ？送っていくよ。そんな、大丈夫です。遠いです。構わないよ。送りたいんだ。迷惑？いえ、そんな。じゃあ、いいね。